は今からアパレル店員になります。長年の夢だったのよ、私。いつか一度でいいからアパレル店員になってみたいなってずっと思ってて、まあでもダサいからなれないなと思ってたんだけれども、まあこうやって YouTuber になった今、ようやくアパレル店員になれるチャンスがあるんじゃねということで、本日はスピンズさんの原宿竹下通り店さんにお願いしまして、撮影協力を特別に一日だけアパレル店員できることになりまして、イエーイ、おしゃれ女子の憧れアパレル店員、イエーイ。というわけで今から原宿行ってきます。というわけで今からアパレル店員にもなりきって接客したいんですけれども、どういう系が今トレンドですかね。今やっぱチェックがトレンドなので、トレンド、はい、私はあれなんですよ、出したいのがこなれ感なんです、ね、こなれ感。こなれ感を出すとなると、どのあたりがちょっと外してるアイテムとかを身につけておしゃれに見えるのがこなれ感があるみたいな感じなので、はい、このマネキンとかで真ん中の子がこなれ感があるスタイル。なるほど、難しいな、はい、こなれ感、そう、すごい言われるじゃないですか最近。すごいなんかこれ一気にこれ出すとこなれ感が出るんで。これもこなれ感ではないんですか。これはちょっと違います、ね、ノーこなれ感、はい、これもこなれ感ではない、それもこなれ感ではない。やっぱこの子がこの子がこなれ感なんです。じゃあ私はこのこなれ感のある女の格好をします。はい、お願いします。頑張るぞ。はい、というわけで着替えました。もうすでにっぽいじゃないですか。それに今こなれ感を出すためになんかこれを巻きたいんですけど、いかんせん巻いたことがねえもので、正しい巻き方が分かんない。マネキンの子は結構なんかタスキみたいな巻いてましたよね。こういうこと、これがこなれ感の正体。こなれ感とは、お、めっちゃこなれ感じゃないですか。これね、絶対こなれ感じゃないですよね。これをどうしたらこうがなれる、こなれるんですか。斜め掛けですよね、ポイントは。なんかそれも旅人っすね。旅人こうですか。そうかけて、こっちと、はい、すごいですね。これだってもシャツとして使ってないですもんね。飾りとして使ってますね。あ、シャツを飾りとして使う。これでこうしてたらね、なんかこうしたらちょっとぽくなりますもんね。違います。間違ってます。なんすかね、なんすかね。今日私はこれをこなれ感としましょう、はい、これがこなれ感って自分で思ったらもうこれはこなれ感なんですよ。そういうことです。いらっしゃいませ。はい、というわけでアパレル店員完成いたしました。ありがとうございます、いろいろご協力いただいて。そうじゃない。いらっしゃいませ。って言ってそうじゃない。すごいなんかあんま喋らないタイプの、うろうろしてるタイプの店員さんにいそうだなと思います。はい、というわけでこれで今から実際に接客をさせていただくわけなんですけれども、楽しみですね。果たして皆さんは買ってくださるでしょうか。もう私適当な接客しますからね、本当にマジで。紫と紫合わせたらすごいなんかブドウみたいで可愛いですよねみたいな感じとかでも結局ね、多分ね、店員さんの言葉はってすぐ聞いちゃうから、私結構それですぐ買っちゃうんですよ。でいつもお友達になんでこれ買ったんって言われがちな女なので、結局言葉を巧みに操れば絶対何でも買わせることができるので、楽しみにしててください。キャビンコ、本日より入らせていただきましたエミリンと申します。一生懸命頑張るのでよろしくお願いいたします。お願いします。では今日も一日お願いします。お願いします。絶対バレてないですね、これは。絶対にバレてない。まさか私が YouTuber だなんて誰も思わないでしょうね、こんだけ馴染んでたら。新作商品私の知名度ないな、これこれないね、これないな。よかったら2回スピンズ見ていってくださいね。これないな。これ変にアパレル店員っぽくしたことで、しかもよりバレにくいという姿を自分で自分の首を絞めてるよ、これは。よかったら見ていってください。すごい可愛いんですよ。そうですね、本日じゃあエミリンさんのおすすめを買います。おすすめ買います。本当ですか。なんかすごい今欲しいやつとか。特にないんですよ。まずおすすめなのがこちらのフルーツ帽子なんですけれども、こちらのレモン、ぶどう、オレンジって味が美味しいんですよね。そんなでも派手なのあんまり。派手な、そうですよね。フレーズの派手さがすごいね。スペースな感じですもんね。およそどれぐらいで探したらいいですかね。あ、そんな気にしないです。そんな気にしない、はい、すごい。ただね、これ算数間違ってる T シャツって言うんですけど、これ1たす1は1って言って間違ってるんです ね。そう、すごい時計が面白い。って感じの T シャツなんですけど、
ですけれども買います？買います。あ、本当ですか。こちらお色なんですけれども、まあ、これが海の中のモノヤをイメージした、あ、まあ、言ってしまえば モティって言うんですね。そう、1シャツ1は1の間違った T シャツモティバージョンなんですけれども、モティが今は人気ですかね。じゃあ買うんですか。はい、ありがとうございます。レシ出ましたモティ入りました。こうやってるんですね。いいですね、アパレル店員って気分、気分がいいですね。いい子たち、ほんで目の中に何の曇りもないいい子たち。こんな可愛い子、でもあれ普通に可愛いですよね。1たす1は1、計算間違ってるけど、でもモティって言っても買ってくれるんで。モティはもうありがとうございます。ありがとうございました。思ったんですけど、多分可愛い声を出すと女の子は釣られると思うのね。だからすっごい可愛い声で今から呼び込みする。それで大体釣れるから。こんにちは、サスペンス系 YouTuber ベルトなんですけれども、あ、これつけるだけで一気にね、こう立体感が出るんですね。立方体みたいな感じになれちゃうみたいな感じなので、ちょっとおすすめなんですけれども、ちょっと毛と違う、そうですね、どっちかというとラテ系ですもんね。例えば今こなれ感が出るのはこのチェックシャツなんですね。私も巻いてるんですけど、これであのこなれ感が出るんですよ。可愛いですよね。可愛いです。ピート着てらっしゃらない。ピート着てらっしゃらない。そこのあなたのおすすめしたいのが、これはもう見ていただいたら分かるんですけれども、着るだけですごいニットみたいになるっていうニットなんですね。まるでニットみたいな、ニット系ニットと言っても過言ではないっていう感じのニットとかもあったりなっちゃったりとかはしますね。マジですね。ありがとうございます。満足しました。はい、満足しましたか。ありがとうございます。ファンですね、私のファンですね。甘くないですね。いやー、やっぱアパレル難しいですね。結構分かりますもんね、反応で。あ、もう興味はあまり持たれてない。やっぱモティの方が売れるかな。これが多分私がつけてたら魅力的に見えない。こなれてないですね。こなれてないかな、これノーモーこなれ、はい。今2組接客させてもらったんですけれども、難しいですね、意外とね、アパレル店っていうものは。なりたいな、なりたいなと思ってたんですけれども、まあ今20分30分ぐらいやってみて、うん、結構満足したかなって感じ、正直ありますって感じなんですけれども、ここからもう1組ぐらいは何かね、気に入っていただいて買っていただけたらすごい嬉しいなって感じなんですけれども、まあ、そもそもね、明日なんか地球最大規模の台風が来ると呼ばれてる日なんで、まずちょっとお客様がちょっとお少なめ、竹下通りもなんか歩いてる数が若干少ない日ということだけは考慮していただきたい。決して私が人気ないわけではないんで、本当に普段だったらもうパニックになっちゃう、普通に入れないよ、こんな感じで竹下通りいたらもうパニックになるよって感じなんですけれども、今日はね、たまたま台風でっていう言い訳タイムでした。呼び込みします。よかったら見てってください。1回スピーズでーす。この角度がいいですね。よかったら見てってください。1回スピーズでーす。審査会でも雑貨の風に入ってます。スピーズでーす。ガサガサを測りました。トレーナー、トレーナー、ありがとうございます。トレーナーは今ここ流行ってるのがハンゴルハンゴルがこれ結構すごいトレンドなんですよ。なんか秋といえば好きなフルーツなんですか。そうなんですよね。秋といえばやっぱブドウなんで、まあ、大体ブドウみたいな色着といたら旬というかトレンド、まあ、フルーツの旬と服の旬は大体一緒なんで、まあ、ブドウトレーナーっていうのがすごい流行っているかなっていうのはあるんですけれども、あとはあえての夏後戻りトレンドっていうのはありますね。これとかなんですけど、でしょ、あえてブルーハワイの色を秋冬に着ることによっていつまでも暖かさは残していたいよねということを色で表すことができるんですよ。これとかだって可愛くないですか。あまりあまり。色で言うとどういう色がお好きですかね。緑がお好き。失礼いたしました。じゃあね、おすすめしたいのがこちらですね。こちら、あの深い緑なんですけど、深海の藻のような色をしているモトレーナーというね、藻のような色をしているこの緑感のあるやつとかもすごい人気で、トレンドかなってのは思いますけれども。ありがとうございます。手のゆっくり見せてくださいね。ありがとうございます。失礼いたします。モトレ売れないな。でもモティ結構いいと思うんですけどね。ブルーハワイとかもね、良かったでしょ。結構難しいですね、アパレル店員って。本当に難しい。勉強になりました。チャンネル登録よろしくね。こちら気になっちゃう感じですか。あ、サイズ結構あるんで、すぐ在庫確認しますね。長谷川さん、長谷川さん、在庫あるか見て。長谷川さん、よしねー。あ、今ね、ちょうど
在庫で確認してるりとか混ぜてもらってもらえるんです。ありがとうございます。長谷川さん在庫 LLL すいません、申し訳ございません。よし、じゃあ